はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やすでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、タイトルの通りなんですけどもね、バナナを食べて太りました。まあね、その太るほどね、バナナを食べたんかいってね、こう声が聞こえてきそうなんですけどもね、多分そうなんです。そうかもしれません。あの、粘膜障害によるね、その味覚障害っていうのがね、こうマシになってきたこともあって、バナナの美味しさにね、こう再開したんですよね。でそれもあって、その体にいいからってね、そのまあお腹が空いたから、まあ気がついたらね、その食べていたっていう、その食材の中の一つなんですけども、まあ、その家の中にあるその食材の中でですね、まあ手軽に食べれる加減っていうのが、そのもう半端なくてですね、もうすぐに手が伸びて、このついつい食べてしまうというね、そのまあ他の食材にも面をくれずにですね、もうね、無限バナナにね陥ってしまいまして、やってしまいましたね。これね、そのバナナ自体がね、そうさせてしまうんですよ、実はね。あのね、バナナにはね、もう素晴らしい機能がね、備わっていまして、まずバナナに含まれる食物繊維がね、素晴らしいんですよ。あのね、太るというより、むしろね、その体重をね、その減らす助けをしてくれるという、その効果があると言われております。そのね、まあ、1日の食物繊維の摂取量をね、30g に増やすだけで、本格的な食事制限をした時と、まあ、同じぐらいの効果があるよっていうふうなことがね、分かっているんですよ。まあ、例えば、その中ぐらいのバナナ1本にですね、食物繊維もまあ約 3.1g 含まれてますので、まあ、同時にこの食べ合わせた、その食材の糖質がたとえ多くても、そのバナナをね、1本食べた分のその食物繊維っていうのがね、こうプラスされるわけなので、血糖値の上昇をね、抑えてくれる働きがあります。なので、食べても急にこうテンションが上がってね、その30分後にまたその何か食べたくてっていう、そのイライラってすることもね、まあありません。それにバナナというのはね、糖質を含みますけども、それはその自然由来のものですし、あの、例えばでも上からかけるバーってかけるお砂糖とは違うものです。そのコーヒーに入れる、例えば人工甘味料とかってあるじゃないですか。あれともまた違いますしね。そしてバナナにはカリウムもたくさん入っていますし、食物繊維、ビタミン C、ビタミン B6、 さらにですね、抗炎症作用のある抗酸化成分も入っております。しかし、その情報をね、でその勘違いしすぎてはね、いけませんでしたね。例えば、中ぐらいのサイズのバナナはね、1本あたり炭水化物をね、27g 含みます。これはなんとね、食パン2本分の量になりますし、糖質だと 14g もあることになります。そしてバナナに含まれる糖質というのはね、主にね、果糖由来なんです。その果糖というのはですね、単糖類の一種でですね、体がね、こうすぐにね、この吸収するんですよ。なので、血糖値がね、こうガッて急上昇するとともにですね、それを抑えようとインスリンが急上昇してしまうんですね。これがね、無限バナナの始まりでした。バナナというのはね、果物なのでね、まず水分が豊富です。豊富というかね、その果物なのでみずみずしいので、ほぼ水分と言ってもいいでしょう。 100g あたりね、 75.4% ぐらいか、それがね、水分なんですよ。そして果物というのは、あの、実はね、腹持ちがね、よくありません。お腹がね、一時的にね、満腹感を感じるのはね、まあ、満腹ホルモンのレプチンというのがね、あの、脂肪細胞内でね、発生してですね、血液に乗って、その脳のね、視床下部にね、運ばれます。レプチン値っていうのが高いと、脳っていうのは満腹感を感じて、カロリー摂取をやめて、エネルギーを消費するように、こう指令を出します。つまり、レプチンというのはですね、食欲を抑制してくれて、エネルギー代謝を高めるように脳に働きかけてくれるんですよ。そんなレプチンによる制御っていうのがね、正常に機能していれば、食事をした後はレプチン値が上がって、食欲が抑えられます。しかしですね、その果物というのは食べる量にもよりますけども、まあ、胃の中に入ってもね、40分ぐらいでね、消化されてしまってですね、まあ、ほぼほぼ水分っていうのもありますけども、その内臓のね、こう、乳、ぐにゅんっていう前導運動っていうのがありまして、それですぐにね、こう、胃からね、腸へ行きます。なので、満腹感の時間がね、すごいギュッと短いんですよね。そうして、食べ過ぎることで、まあ、血糖値が急上昇してね、ガッと急上昇して、それを抑えようと、インスリンの分泌がガーッと急上昇します。で、急上昇したインスリンは役目が終わると、分泌が
急降下して、今度はね、空腹になった胃と腸でね、作られたね、グレリンというホルモンがですね、血流に乗ってね、この仕込んだ視床下部にまた到達してですね、生命維持のために食べ物を探すようにと脳に伝えます。すごいでしょう。で、グレリン値っていうのが高くなればなるほど食欲が増す他にですね、体内にエネルギーをこう蓄積しようとしてね、脂肪をね、体にね、蓄えてしまいます。ああ恐ろしい、ほんまにね。だからね、そのグレリンっていうのはですね、食事前には空腹時にね、その数値が上がって、食べるとね、数値がね、下がりますけども、そのグレリンに敏感な大切な人ですとですね、まあその時々でも、そのグレリンの数値っていうのがそれほど高くない時でも、過剰に反応して食欲がね、バーッとね、増すことがあります。これによって、こうついつい食べやすいことにね、甘んじてしまって、無限バナナになってしまいました。という感じでですね、まあどれだけ体に良くてもね、食物繊維を取れてても、本数を多く食べてしまえば、それなりにね、糖質を取っていることになりますのでね、それがバナナのような食べやすい果物ならば、ホルモンの分泌の関係でね、無限ループになるんですよ。なのでね、まあ世の中にもたくさんいてはると思いますけども、その果物ダイエットに失敗してしまう人っていうのはね、決して意思の弱さが原因ではありません。お話した通りですね、脳科学的に根拠があることなんですよ。だからって、そのバナナやね、他の果物がね、あるものなんかってそうではないんですよ。もう本当にね、その栄養価が高い、すごく体にいい食べ物なんですよ。もしバナナを食べるならね、まあ、少量のタンパク質とね、脂質とね、一緒に食べるのがおすすめです。まあ、例えばね、アーモンドやピーナッツバターとね、組み合わせることでね、この甘いおやつのね、満腹がね、すごい長続きします。僕はね、またね、この再開したくるみとね、まあ、いつも食べてるきな粉とね、こう一緒に食べるようにしてからですね、まあ、ここ4日間ぐらいでね、この無限バナナからね、やっと解放されつつあります。バナナとね、そのナッツ類はね、食材の中でもまあオーガニックにこだわらなければ、比較的すごいリーズナブルなのでね、よかったら参考にしてみてください。まあね、その体重が増えてしまったことに関しては、バナナだけが問題じゃないんですけどもね、まあ今回はね、そんな感じのね、無限バナナに陥ったというお話でございました。今日は以上です。今日もね、最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。